447秒だね。僕も47秒です。あんま変わんない。あんま変わんないですね。スタートダッシュしてきたところで、ドカーンってやっぱ9秒台のスピード持ってるから、あのパフォーマンスが、もうなんか、こんな感じなんだよな。はい、今日のキリちゃんです。今日はスペシャルゲストが来てくれました。武井壮さんです。どうも。よろしくお願いします。すみません、このトヨタのトラックにわざわざ出すげえ遠いよ。すげえ遠い。東京からここまで。わかります。ここでいつも1時間半かかるのに、ゆうぐいって。1時間半かかる。おーっと、毎回毎回。遠いね。遠いんですよ。でも、まあなんか、いつもこれ、僕が練習してる走路だね、これね。見覚えある、まあ、見覚えある。大学で珍しいんですよね、この多分走路あるのも。最近できたんですけど、ここ。で、今日何するの？何するの？今日は、やっぱり陸上の話と、話するのと、なんか僕の倒し方を、なんかインスタでやってたじゃないですか。はい、インスタのコメントで本当にあれで俺が倒せるのかっていうのをやってほしいっていうコメントがいっぱいあったんで、ああ、そうなんです。それをやってほしいな。いや、イージーですよ。本当に確かにスピードは速いんで気をつけなきゃいけないとこあるんですけど、もうドーンってスタートダッシュしてきたところでドカーンってやっぱ9秒台のスピード持ってるから確かにやべえなと思って、はい、走り出したらもうやべえなと思う、はい、だけどやっぱこうスタブロとかこう置いといて、はい、でスターターみたいなのつけて、はい、オニオンマークって言うじゃん、これ、はい、オニオンマークって言うじゃん、下どうする、オニオンマーク、そう、行くよね、そう、行くよ、はい、まずそれはセットでしょ、それはセットでしょ、セット、はい、オニオンマークそこでしょ、はい、ここの時はまだやばいな、はい、まあ、前見ていくから、はい、こうやって行くと、わーっと来るでしょ、どうする、あ、まあ、こうだったらそう、そういうことでしょ、はい、どうする、こう行って、ここからオニオンマークでしょ、あ、まあ、僕はセット、セット、そしたらもうそこに来たから、確かに今見えなかったです。そうでしょ、ね、全然見えなかったです。これですよ、じゃあスタート前ですよ、やっぱり桐生やるとしたら、これを桐生選手が武井さんに勝つにはどうするの、でも無理でしょ、110万の方に勝つのは無理ですか、桐生が俺を倒すってのはまあ無理でしょ、走るのは速いよ、十分速い、もうこれ以上なく速い、本当に日本人初の9秒台だし、びっくりした俺あのレース見てぶっ倒れたよ、でもその後のゴール後のあのパフォーマンスがもうなんかこんな感じだったな、あれはちょっともうちょっとあったんじゃないのって俺未だに思ってるよ、あれはこうやってたんですよ、うん、あれは緊張マジでなくて、僕ボルトの優勝やった時あれやってたんですよ、ボルトがこうやってやってたんですけど、うん、まあそれが合わなかったっていうパターンですよね、完全にどの後のなんか速いタイム出したスプリンターのパフォーマンス、興奮が上回っちゃってやばくなっちゃって、こっからもう次更新するじゃないですか、ああ、次かっこいいですか、次は次もかっこいい、9秒96の時はもうちょいかっこいいやつ、かっこいいです、かっこいいです、本当に、はい、だからもうシンプルでいきますね、ええ、こんな感じだからパフォーマンスもあれだし、ね、まだ俺ごと倒せないなっていうのはありますよね、走んのだけは勝てないですよ正直、ただ400以上になったら可能性ゼロじゃないですよ、激落ちしますから、激落ちしますからね、400は俺447秒だね、僕も47秒です、ここまであんま変わんない、あんま変わんないですね、これストレスでちょっとやばい、俺1000個までいけるから、僕無理、僕1500まず5分台じゃ無理ですもん、6分台ですもん、あ、ほらね、ほら、だからあと何、幅は、幅は6m80、あ、分かった分かった分かった、斜めて俺17秒だから、キリュウの機能じゃ俺を結構倒せないのよ、倒せないですか、走りだけで俺は倒せないでしょ、だって追い抜くだけじゃん、はい、追い抜いて振り向いたら俺にやれちゃうわけじゃん、やれますね、なんだろうね、キリュウが俺をやるって言ったら、しかない、雰囲気は大丈夫、僕後ろからこう来たパターン、起きて、うん、起きて、もうここからもう、これどうすか、ジョーク、はい、行こう入ってました。あの、こう来たでしょ。もう親指持って、はい、こう親指持って、ゴリゴリゴリ。はい。外れるからな。はい。これちょっと甘かったです。考えが浅かった。甘いよ。甘かった。汗よ。全然それじゃ竹槍倒せるに至らないよ。膝で思いつきました。いきます、うん、これはもう。後ろから、こうやってからの顔面。ただ残酷だよ。笑いも何も起きないよ。その笑いも何も起きないよ。テレビ凍りつくよ、そんな金って。
つけて前から膝とかもう地獄じゃん、ただのいじめだから。これ大丈夫、テレビじゃないから今のところ許す。まずコミカルじゃないとダメなのよ倒し方は。なるほど、コミカルでやっとそんなわけねえだろうって言われて、それダメでしょって言われて成立するんだから。残酷しかなかった。そうよ、実際俺なんか何にも倒してないんだよ本当に正直なこと言ったら想像してるだけだから。いいえ、うん、コミカルさ足して。コミカル、わかりました、うん、足します。そういうことで、だからまあ、ね、収入じゃない俺を倒すとしたら、うん、またキューバでボーン、あのサニーブラウンの記録ドーン破って、東京オリンピックでリレーでバーンってゴールのシーンをガチンって決めて、うん、それでスポンサーまたドーンついて、いくら稼いだんだ2019年。叱ってるまだいけるだ、もう一回東京オリンピックで大活躍したらやばいなと思うね。だからそこでちょっと上回ってきてもらって、あー負けたーっていうのを経験したいよね。キル負けたわっていうのを経験したいよね。そこの勝負楽しみましょうよ、ね、そこ楽しみましょう。スポーツを通してどれだけ世の中をこう賑わして、はい、社会貢献したい、はい、これ楽しみましょう。楽しみですね。今後もよろしくお願いします。お願いします。では次はまあ陸上についてのちょっと真面目な話と、陸上についての話ね、はい、真面目な話と、なんかふざけた話またやるんで、うんうん、1回目はここで終了します。なるほど、はい、じゃあまた次回、はい、また見てください。